自己破産っていう道を一つは取らざるを得ないのかなっていうのは正直思ってはいるんですよ。正直で体重も五六キロ、三週間ぐらい落ちてぐらいご飯食べれなくなっちゃって。そのマッチングアプリの女ってのはどんな女なんですか。人の心を持てあそぶゴミみたいな人間ですね、本当に。皆、ま、さ本日お時間いただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ご職業とご年齢と簡単なご年収とかって伺ってもよろしいでしょうか。えーっと。 会社員をしておりますす、はいえー、年収は万ほど34歳です、まあ、まさにその不動産屋が大好きな、ね、あの若きエリートの方でいらっしゃるんですけどと改めて経緯とお話しいただいてもよろしいでしょうかえっと、まあ、マッチングアプリで知り合った女性の方から紹介をいただいて、はい、住宅、えー、ローンで、えー、投資物件を購入してしまっているのがありますで建物の状況からいきますと えっと、建物の面積が 67M3 で土地の面積が 70M3 というところになります。はい、物件価格は一応3430万というところで、はい、一応フルローンで購入してまして最終ローンは3720万というところになっております。ローンの金利が 0.45%40 年、元利均等返済というところになっております。で家賃の収入でいくと、えー、13万5000円。 で毎月の銀行への支払いが8万5000という形になっておりますかしこまりました、これ、固定資産税年間はいくらぐらいですかねえとまだすみません、お支払いはしてないんですけど、約10万ぐらいというふうにちょっと聞いておりますなるほどこれはあのサブリ,リースとかはなくて、不動産が管理を委託してるという形でしょうか、はい、その通りです。これ、ちなみにマッチングアプリで知り合った女性とは、その後、まだ連絡は取り合われてるんですか。もう帰ってきてきないですね あ帰ってきてきない買った途端に連絡が来なくなるパターンですかえっとまあ買ってからまあ多分契約の解除とかをしないために数週間とはやり取りは続いたんですけどまあ、はい、あの契約してから、まあ、約3週間過ぎた辺りからもうほとんど帰ってこない状況です。おひどいやつですね結構その契約するにあたってその女性とはかなりあの何回も会われた感じなんですか そうですね、まあえっと、その女性と会った経緯とかってお話をすると、5月上旬ぐらいに一度、まあ、マッチングっていう形になって、ではいまあ、5月中旬にお会いして、はい、その後、まあ、6回、7回お会いしてお付き合いしましょうっていうことになって、はい、その後に、はい、えに、ー、その2、3週間後ぐらいに、変な話、えっと、その不動産の紹介を得られ 紹介っていう形になりましたお付き合いしましょうって話になって、まあ、急に不動産投資しましょうみたいな話になったんですかまあ話の流れからいきますと節税という話からまず入ってきてそういった流れ不動産っていうのもあるよみたいな話で私も持ってるんだよっていうところから紹介をいただいてますで私も持ってるんだよって話になって不動産屋が紹介されたということですねす不動産屋というよりはあのー、まあその女性の方の 企業に勤めている、えーまあ、ファイナンシャルプランナーの方っていう形をまず紹介いただいたところになっております、うん、でそのファイナンシャルプランナーから不動産投資がいいよって、で、戸建てがいいよって話になり、かつ住宅ローンで組んだ方がいいよみたいな話になったってことですかね。まあ、その通りですね、えっとまあ、住宅ローン組んではいけないよって話はなんとなく分かってたんですけど、その時にはまあみんな言ってるから、まあ、もしなかあったら、われわれがちょっと対応しますみたいな話をもらいました。うん なるほどちなみに、もし何かあったとき、どんな対応してくれるって話なんですかね。えっと、まず一つは、まあ、金利を上げるっていう形で交渉さし,しますっていう話は、当時、いただきましたうんこれ、ちなみに物件とかご覧になったんでしょうか。まあかなり圧迫的な感じ、とにかくすぐ決めないとという話があったので、まあ、契約してからすぐ自分で見に行ったところは、内見はしてないんですけど、外見とか、あのまあ、立地状況っていうのは見に、1人で見に行きました。 うん、なるほど,ど。どうですか？ご覧になった感想は正直な感想という話になってしまうんですけど、自分がもしあのその地域で働いてるっていうん。であれば、まあ住んでもいいのかなっていうのはありました。うん、ただまあ車が必要な地域なので、うん、まあ車をどうするかっていう問題はあるんですけど、家族で1人。まあ、家族4人とか3人とかで住むんであれば、うん、まあ価格が妥当であれば住んでもいいのかなと思う。地域ではあるのかなと思います。 うーんなるほど、なるほど。これ、買われたのは、あれですよね、今年ですよね。そうですね、えっと、契約というところでいくと、7月20日頃だったはずです、契約書上の持ち主がもともと。もともと、この私が持つ前は、<も>というところなんですけど、その後に私が契約するとなって、いきなり、<も>という、えー、業者さんが入ってきてますね。はい もともとそのファイナンシャルプランナーから紹介された業者はどっちなんですかえー、t という会社ですね。あ、また別の仲介会社がいるわけですね。いますね。で、多分ですね、これおそらく、あの、去年新築で建って、で、そのまま棚子がついて、登記簿上の業者が、まあ、とりあえず売るに困ってるのを3ためで契約書上の売り主が入って、ねさらに仲介会社が入って、 まあ、上乗せした分をその業者間で分け分けしてる物件かなと思います。で、この他社さんでの査定が出てるってことですね。そうですね、一応2700万ぐらいかなというところで、まあ、自分でも調べてみたんですけど、私より大きい案件で3000万程度っていうところなので、うん、まあ空室であれば、まああのー、それぐらいかなっていうイメージは持っております戸建てなので、おそらく空室の方が高く売れると思いますんで。<laughs> 今現状だとちょっとさらにお安くなる可能性もあるかもしれないってことですね。はい、一応2000<お>、不動産業者からは投資案件っていう形ですかね、中に人がいるってなると10、ンパぐらい落ちるかなっていう話は頂い,いてますね。うん、そうですよね、なるほど。今現在だと、まあ、なんとなく、まあ、処刑費もろもろ引いて月4万ぐらいの手残りがあるということですね。はい。 バレてしまうと手残りが相当少なくなる可能性があるということですね多分1万5千から2万ぐらいはなくなっていくのかなと思ってます、うん、そうですねはい。で、さらに金融機関から怒られたりすると一括返済を迫られる可能性もあるというところですねよくあるお話なんですけど物件の価格に対してあの載せられてる額がちょっと大きめなので まあ仮に手じまうとなると相当な手出しが必要ですというところと、まあ、逆にワンルームと違って管理費と修繕積立金が低いんで現況の手出しがちょっと少なく済んでるっていうところが不幸中の幸いなんですが、まあ、ただただそのいつか設備が壊れますんで、まあ、壊れる前に手離れよく出しちゃった方がいいってことは確かですね。 はい、そうですね、もう正直言って、私の中では手自慢いしてしまいたいなと思うんですけど、うん、多分今、売るとなると1000万ぐらい、1000万以上は多分手出しがあると思うんですけど、そんなお金がなくっていうところが。うん、しかもこれ、40年ローンなんですね。すねなるほど。なので、これ、仮に3720万のローンで、420、買い払い、35年ローンで。 2%ローンだとすると、まあ、12万3000ですから、まあ、正当なローンでやったとしたら、入るお金と出ていくお金が一緒ってことですよね、そうですねかつかつだからそこを多分四40年に無理やりしたんだろうな、無理やりって方は申し訳ないですけども。その可能性があるのと、あと、多分これ、新築だからちょっと高めで入ってると思うんですよ、お家賃が。でかつ あの賃貸借契約書を見ると敷金がゼロになってて礼金が2になってるんでまあとりあえず家賃ちょっとでも高めにして契約金は安くしてでおそらくこの礼金2ヶ月は全部 AD とかで消えてると思うんで不動産に小遣いあげながらお客さんをうまく言いくるめて高めでとりあえず入れちゃおうぜっていう賃貸契約だと思うんでこの家賃が下がる可能性も非常に あると思うんですよね実際、おそらく1万5000ぐらい、もしかしたら高いんじゃないですかね。えと周りの賃貸のやつを1個立てで見てみたんですけど、ちょっと同じような案件とか、まあ、言うならば、地区がめちゃくちゃ古いような案件しか見当たらなかったので、うん、ちょっとこの妥当性と言われると、ちょっとすいません、分から,ん分からなかったところがあります。一応、不動産業者からは、まあ、例えば5年経った場合の、 賃貸でいいいくと多分12万ぐらいかなっていう話はまあ向こうは売りたいからそういう話になるかもしれないですけどテンパーぐらいは5年したら落ちるんじゃないかなっていうのはもらってます、うん、そうですね僕も1万5000ぐらいちょっと高めなんじゃないかなっていう気はします。まあ、なんであの、まあ、仮に住宅ローンがばれて普通の借り換えができたとしたら固定資産税とかも入れてで火災保険とかも入られてると思うんで。 まあ場合によっては月2万円から2万5千円の手出しになるかもしれないってところですね。はい、で一番やばいのが借り換えができなかった場合はあの売却するのに自己破産をするか1,000万払えっていう究極の選択になる可能性があってでらにそれができないようであればすごい変な話なんですよ不動産に騙されてるわけなんですけど法律上の立てつけは銀行を騙したって設定になっちゃうんですね。なので罪に問われる 可能性もあるというののが最悪の事態なんです本当に最悪の事態で,で今現状その動画でも上がってる方がいるんですけどほぼ同じような事態になってて弁護士さんが間に入って金融機関側と調整をしていやこの人もあの法律上はこの人が主犯だけど実際には損してるから実質的には被害者なんでなんとか上場酌量の余地はないですかって話をさせていただいて。 でなんとかその公益通報っていうですね今ちょっと流行ってますけどあのむしろその悪いことをしてる人たちのことを自分の身を切ってあの世に知らしめようとしてる人なのでなんとかしてくださいっていう交渉をしながら債権の放棄をですねあの一部銀行にしてもらえるように。 で当然そのご本人は自己破産しなきゃいけないんですけどなんとかそれ以上の被害は被わらないように今弁護士さんが交渉してくれてるんですね。はい、で一番まずいのはその貸し剥がしをされて1,000万払えって言われていや払えませんってなった時に自己破産ができないってパターンがあるんですよ。はい、要はこれは悪意があるお金ですと。あの もう全然自分の手元に入ってきてないんですけど法律上はネコババしたお金ですと銀行を騙してっていうことになっちゃうんですそれが一番最悪のパターンなんですね。でこれってあのそのマーターで首を絞めるようなもしくはそのあのカエルの入った水を徐々にね費用をかけるような状況であのすぐにすぐにどうこうってならないんですけど、まあ、徐々に徐々に追い込まれていく状況をはらんでるそういうリスクをはらんでる 物件であることは間違いなくて、まあ、そこをどうするかっていうのはご判断していただく必要があると思います。そうですね。まあ正直自分がある程度心の中では決まってるって言い方が申し訳ないです。悪いっていう形になるかもしれないですけど正直狭は払えないんですよ。多分私の貯蓄を合わせても多分まあ株とかいろいろ合わせたとしても、うん、350から400。まあ今年の 冬のボーナスが出るであろうという前提で、300 400しかたまらないんで、すよ、うん、でとなると、まあ、いろいろ瀧島さんの動画を見させていただいても、多分私と同じような方が、多分一人、YouTube で出てる方が一人いらっしゃると思うんですけど、うんあの、多分最悪自己破産できないですよって話をされてた方かなと思ってるんですけど、自己破産っていう道を一つは取らざるを得ないのかなっていうのは、正直思ってはいるんですよ、取れるか、できるかどうかは別として。 そうですね、なんで、これはもうあの方法は2つしかなくて、まあ、1つはもう早めに法律家に相談をしてご紹介もできますのでもしくは、の知り合いにいい方がいたら全然その弁護士さんに頼んでいただいてもいいんですがあの早め早めにも先手である程度銀行にもお話をして法的なソフトランディングを目指す1、もう1つはもうしばらく放置する逆に。 でしばらく放置して、まあ、ちょっとずつ財産が減る残債が減るのも待ちでこの中に住んでいる人が出てったら自分が住むはいで自分が住んで住宅ローンだったらもう法律上は問題ないですからもしかも本当にやばくなった出てってもらって自分が住むっていう状況ですね、はい、一回考えたんですけどあの賃貸借契約書を見ていただくと多分 かなり若い方が住んでると思うんですよねなおかつ立地的に行くとまあ私の職場的に行くとまあ遠く、うん、はないかなと思うんですけどもちょっと選択肢としては正直ないかなと思ってしまうのが、うん、今の現状の私の考えなんですよね、うん、なので弁護士さんにもいくつか相談をさせていただいたんですけど、うん、やっぱ自己破産の道しかすいませんちょっとどうも思い浮かばなくて、うん、ただ今の状況からいくと 要はは財務が破産していいる状況ではないから、うん、自己破産はできないかなっていうのが一応弁護士さん2人1人かな1人だけまだ相談行ったんですけどそういった回答やったんでもうちょっと手詰まってしまったかなっていうところですそうですね多分この段階では自己破産はできなくて当たり前なんですけど、はい、その貸し剥がしの話が出たところで初めて自己破産するかしないかって話なんですね。そ、はい、そのの時時ににいざとなった時にその 悪意がある粒子だっっててことで塾破産がででがががきなない可能性があるんよ。だそこが本当最悪の事態で,事態でそれはもう蓋を開けてみないとある程度わからないところがあるんですけどもうそれをもうある程度見越してあのもう売却の査定とか出てますからあの大手でも出てますしうちからも全然出せますし、まあ、あの裁判所の土地ちか口調査士とかに調べていただいてもいいですけどこれはもう明らかに手出しがある物件なので。 っってていう話を前もすするかかどれかですね正直言って、まあ、今すぐにでも、まあ、申し訳ないですけども、この物件を買って、うん、で私の精神状況ってあんまり良くなくてう、ねはいはい、正直言って体重も5、6キロ、3週間ぐらい落ちてぐらい、ご飯食べれなくなっちゃって、<laughs> うん、なんで、正直早く手締まいしてしまいたいなっていうところが正直なので。うんうん、そのマッチングアプリの女ってのはどんな女なんですか、本当、悪いやつですね。うん まあ、なんていうか、正直、どこに勤めてるかとかっていうのは、まだ、あ、まだ全然ね、なんていうか、1ヶ月、2>, うん、2ヶ月とかか知るわけではないんですけど、あの、という会社さんが、今回、取引に絡んでると思うんですけど、うん、場所が大阪市淀川区なんですけど、この人と1回お会いしたいのか一1回お会いしてるんですよ。なので、不動産業者 が、もしくはまあ、キャバクラとかそういったで、どころで勤めている方なのかなと。私は勝手に想像はしてます。キャ,キャバ嬢っぽい感じなんですか？うん、まあまあちょっとかなり可愛い方ではあったと思います。で、まあ私がちょっと敗因だったのはまあ、直前に。まあマッチングアプリでお会いした方とかに。でもまあ、やっぱそういう不動産とかそういうなんか押し売りみたいのはあったんですけど、まあ会って12回ですぐそういった話をしてくる人が多かったんですけど。まあ今回その人と比べてまあ。 その人の人嘘かどうか,か本当かどうかわかんないですけど、身の上事情を聞いて、まあ、お金とかそういったのをちゃんと考えたいんだみたいな話をこう2ヶ月、3ヶ月組まれてやられてたんで、うん、まあこういった事態になってしまったのが私の範囲かなとは思ってます。そんなあの道場を誘うような、ね、実際のところ、本当かどうか分からなかったんですけど、両親が交通事故で亡くなってしまってって話。うん もともと関西圏出身じゃないけどもともと看護師になりたいからって話があってで、まあ、こちら大阪に出てきてでそのまま仕事してたって話があったんで看護師といっても美容看護師とか普通のいろいろな看護師があると思うんですけどそういったのも結構何ていうか事情っていうんですかね、まあ、私も友達いたりするんでいろいろ聞くと何か会ってたりするんであ頑張ってんかなとちょっと情に流されてしまったところはあるかなと思ってます。 人の心をもてあそぶゴミみたいな人間ですね本当にはい正直言って、うん、まあこれは私が悪いんですけど正直うんいやいや悪くないですよその騙すやつが一番悪いですよ本当にね日本の法律は甘いんですよねもう本当、人の金を奪うっていうのは人の命を奪うのに等しいことですから、はい、そんなやつら本当、何ですかねあの、 銃殺刑ととかにすべきだと思うんでですよマジななんだろうな本当に日本はもう詐欺に対して本当緩くてまず詐欺を立件することも難しいし捕まったとて本当にもうわずかな罰金と収監されたとしても本当わずかな期間じゃないですかだからいくらでも再犯しますよね。で警察も面倒くさいからもう全然まともに取り合ってくれないですしでその判事ももう全然取り合わないですから本当ひどい。 ですよまあ今回、まあ、契約書はそれなりに読んだつもりだったので個人的には、まあ、中身を見ると正直言って変なこと敷金がもらえなかったこと以外は普通なのかなと思ってるんですけどだから、まあ、そこも安心してしまった要因、まあ、不動産は多分きついなと思ってたんですけど私の知識不足本当の調べ不足でしたいやもうしょうがないです本当にもう人の心をもてあそんだそいつが一番悪いですはい。はい まあ、とりあえずあの先ほど申し上げたとおりで,す、ね、できることはもう2つしかないんであの、まあ、どちらを選んだにせよ何かお手伝いできることがあれば何でもやりますのでただまだ、ね、お若いですしねあのご年収も高いエリートなんであの命を失ったわけではないんで、まあ、気を強く持ってくださいっていうとちょっとひと事みたいに聞こえますけど思,思いきり悩むことも大切だと思うんですけどあの時とともに気持ちは薄れていきますんで、はい、あんまり深く思い悩まないでください。 きっとこの動画を見てね、あのー、同じようなことになってしまう人は減ると思いますので、本当ありがとうございます。そうですね、自分みたいな人を出さなくて、まあ、自分自身はなんか再出発していいのかどうか分かんないんですけど、うん、<laughs> なんかもうちょっと社会に貢献できるように頑張っていきたいなとはいや、十分です、ありがとうございます、本当に。マッチングアプリ、確かにこの方が言ってたように、なんか 1, 1回、2回会って話を切り出すっていうのは、結構、 よくあるかなって思うんですけど、うん、この方き付き合う」っていうはーがあったのかどうかわかんないですけど、ねまあ、付き合おう」っても話もしてあの身の上話もしてまあ、ある意味結婚前提にみたいな話ですよね、うん、きっと何回ぐらい会ってるっていうから若干マッチングアプリっていうか、うん、結婚詐欺ぐらいないや結婚詐欺ですよこれ結婚詐欺そのものですよ だからこれ結婚詐欺はお金だけを盗むから詐欺としてすぐ立件できますけど、はい、あの市場より高,高い不動産を買わされたことが果たして詐欺として法律上立件できるかというと無理なんですよおそらく。うん、なのでそれが分かってるからこういうことをやってるわけでそのマッチングアプリ女はもう多分星の数ほどもうどん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 ,どんマッチして。 もうその中で多分スクラップアンドビルドしてると思うんですね。もう除しやすいやつは12回でクロージングしてダメなやつとはもうすぐ多分連絡しないようにしてると思うんですよ。それで荒稼ぎしてると思うんですよおそらく。多分あの1件あたり60から90万のバックだと思います。なので月1回やるだけで場合によっては1000万近い年収になると思うんですよね。とんでもねえ話ですよで。今現状このもう ね、僕のチャンネル見ていただいてる方ならある程度分かっていただいてると思うそこのマッチングアプリ不動産詐欺が結構横行しててとある完全歩合制のですねあの不動産エージェントサイトみたいなのがあるんですけどあの、まあ、いくつかあるんですがそのうちの一つに出資してる方とこの前仲良くなって、はい、でそこのトップセールスの人の話を聞いたんですよ。はい そしたらそのトップセールスはワンルーム売りまくってる男なんですけどなんとマッチングアプリで知り合った女に結婚をほのめかせて2人が将来のために君なら買えるよって僕も持ってるからってワンルームをひたすら買わせるんですってそれでトップセールスですってこれもうおかしいですよねもう社会が歪んでると思うんですよでその投資家そこに出資してる人間にまでそんな話が来るわけですから 当然そのねマネジメントはそんなこと知ってるわけですよでもそれを放置してるわけですね売り上げにつながるからもうゆゆしきたいですよね本当はいでこの人の弱みにつけ込んでっていうのもあの手この手で不動産に限らず世の中にあるんですけどもう全員処刑するべきですねこ詐欺罪の言及化をするべきですよもうあの金は命より重いですからはい普通のサラリーマンの人が 大手に勤めて一生懸命勉強して大学で大手に勤めて死ぬほど35年40年45年頑張ってなんとか手元に残る老後資金が2,000万だって言われてますから2,000万以上詐欺するなんてその人の人生奪うようなもんですからね2,000万詐欺した時点で死刑ですよ。それがやるべきだと思いますねはい罪があの甘いしなかなか罪に問われないから騙す人が増えるわけであって。 その辺をちゃんとできない日本の手法が腐ってるなと正直僕は思います。はい、そんな感じです。いかがだったでしょうか。この動画面白かったらチャンネル登録、いいね、拡散よろしくお願いします。これからも皆さんの利益のために頑張りたいと思います。